ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきおらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。かほりです。本日はここは桜木町のカフェで録音してるんですけども、はい、この後私たちはベイスターズの野球を見に行きます。楽しみだね、はい、初めて見る。そうなんですよね、うん、野球観戦、まあ、その前にちょっと仕事をしようっていうことで今外で収録していますね、はい、じゃあちょっとさ始めていきますか今週も。はい、はい、じゃお願いします。私の今週のニュースは、はい、サンマの内臓は食べるべきかっていうニュースです。おー、もうサンマの季節ですよ。確かに秋ね、はい、でもしっかり加熱しないとアニサキスがいるんですよね。だからで、そうだけど内臓にいるんだって、うん、あの生きてる間、新鮮な間は内臓にいるんだけど、死んでくると、うん、なんか身の方にも移動してくるらしい。え、キモ。だから内臓を食べないっていうだけじゃなんか甘いかもしれないんだって。だからそれを退治するためにはマイナス20度以下で24時間以上か、加熱70度、うん、70度で1分って書いてあったから、で加熱するといなくなるって、今いるんだけど死ぬらしい、ちゃんと。で、そう、塩焼きが一番おいしいよね。おいしいおいしい塩焼きしかなくね、サンマの食べ方って。まあ、確かに全くでしょ。塩焼きも中心までちゃんと火が通ってたら内臓を食べても大丈夫ってこと。で、内臓は、まあ、苦手じゃなかったら食べた方がよくて、内臓の効果は目の健康や皮膚や粘膜を強くする、うん、美肌や貧血改善の効果もあります。それで、そう、新鮮なサンマを選ぶ時のポイントをお伝えすると、うん、黒目の周りが透明、うん、口先と、尾が黄色、うん、腹が太くて張りがあるの3つです。以上です。じゃあめっちゃ調べてきたよ、あんまり今日何どうしたの。もう秋ですから、サンマ、確かにね、今の時期は最高だよね。ね、でもアニサキスだっけ、うん、なんかさ、刺身にいるってイメージめっちゃある、うんうんうん、そう、あれやばいよね、寄生虫、厄介らしいよ、食べたらね、やばいんでしょ、食中毒、うん、知ってます皆さん、あの、そう、どういうビジュアルか気づかないよねっていうか、普通に、うんうんうん、なんかめっちゃちっちゃい、うん、なんか なんだろうあれ、ミミズじゃないけど、うんうん、ニョロニョロみたいな、ね、そう、え、絶対あのなんか目視だったら気づかない、うんうんうん、あんまりちゃんと見れば、まあ、確かにわかるけど、うん、確かに内臓か、え、あの苦いやつでしょ、うん、そう、え、無理だよ。でも他のあれ魚に比べて、うん、サンマの内臓は結構食べやすいって書いてあった。あ、そうなんだ。へえ、塩焼きにさ、うん、内臓ってお店とかで塩焼き出るじゃん、うんうんうん、普通に、うん、ある？え、内臓、歩くね、なんかあのまま刺さってたりするじゃん、棒に、あの黒いさ後ろの方にあるやつか、うんうんうん、なんか、あ、苦いよね、苦い苦い、でも食べた方がいいんだ、うん、あの皮のところが美味しくない？あ、わかる、パリパリ、うん、あそこなくなったらなんか魅力半減するわかる、あそこだけでいいな、そう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 、しかもさ、うん、全然アニサキスと関係ないけどさ、うん、あのサンマの骨さ一気にピーって取れてさ、よくない、うん、でも骨があるのさちょっと嫌だよね、わかるわかる、骨がない魚があったら本当に完璧なんだ、あ、確かに、え、なんかさ、アユの丸焼き、塩焼きとかさ、うんうん、そういう一本焼きみたいなやつさ、うん、最初からあの綺麗な状態だけど、うん、骨抜いてといてほしくない、うん、そういう魚出たらさ、うん、めっちゃ嬉しそうじゃない、ね、ビジネスチャンスまたビジネス考えた、あ、確かにね、うん、サンマ絶対食べたいな、ね、この秋は。そういうニュースですか。そういうニュースでした。じゃあ皆さん、いいサンマを選んで、うん、アニサキスに気をつけて食べてみてください。はい、はい、じゃあ私の今週のニュースは、うん、中古おもちゃ高騰、定価30倍も新たな資産にっていうニュースなんですけど、なんか最近日本のおもちゃがすごく、うん、あのいろんな、まあ、日本だけじゃなくて海外でもすごく人気らしくて、うん、6000円で買ったおもちゃが30倍の価格に、懐かしのおもちゃが今異常な値上がりを見せているのですっていう、うん、で都内の中古おもちゃ店
駿河屋新宿丸井アネックス店には30代から50代の子供が夢中だった商品が多数並んでいて、ゲームソフトの価格が14,800円、しかしパッケージを見ると定価は4,290円と3倍になっていたりします。で、まあ、新資産として注目されてて世界的に値上がりをしてるらしくて、アメリカでは1996年に任天堂から発売されたスーパーマリオ64の未開封品が競売にかけられて、ゲームソフト市場として最高となる156万ドル、日本円で約1億7200万円で落札されたっていう。64でしょ。そうだよ。知ってる？私全然知らないけど持ってる。それじゃないのかな、わかんない。普通に Wii のゲームとかさ、あれとかでなかった？ 3DS とか。あ、そうなの。いや全然。でももっと前のやつってことだよね、そんな高いってことは。うん、30代とかでしょ。そうね、そうだと思うよ。だって、うん、希少性が高くて、年式も30年から40年前のもので骨董品と同じような扱いになってるってことだから、多分相当古いものなんだそうだけど、まあ、巣ごもり生活が続いて自宅で楽しめるものにお金を使う人が増えたことに加えて、新たな資産としても注目を浴びているため世界的な相場の値上がりが起きていますっていうことなんですよ。で、そのゲームだけじゃなくて、そのポケカ、ポケットモンスターカードとか、もう大体それコンビニとかで今売ってるんですけど、1枚30円程度のものが、まあ、希少価値が高くて保存状態がいいものになると数万円から数十万円の価格になったりするっていう。そうなんですよ。なので、まあ、新品のおもちゃも、まあ、もっと希少価値が高くて高く売れるけど、まあ、中古でも全然もう資産として今こう値上がりして、まあ、高騰価格っていうか資産価値が高くなってるみたいですよ、っていうニュースです。ありそうじゃない？任天堂、あのさ 3DS とかじゃなくてさ、あの昔のさ灰色の黒のさゲームカセットみたいな、普通の 2D のさ、ゲームカセットとかさ、今どこも売ってないじゃん。そうだね、ネットとかじゃないと、で、あの何パッケージがついてて、だいたいさパッケージないでしょ、ないないない、カセットの、それもついててとか、あとどんどん上がってくるらしいですけど、だから捨てない方がいいと思いますよ、日本人の皆さん、おもちゃ持ってたら、おもちゃっていうかそのゲームカセットとかかな、がすごい上がってたりするみたいで、残ってるんじゃない？ DS とか、DS もでも DS はさまだ価値が、そうだよね、あれだけど、あのゲームボーイとかさ、あのブラウン管テレビにつなぐようなやつは多分めっちゃ高いんだと思うでもさ、それ使える人がまだいるの？あ、やり方わかんないみたいな。そのさ、まあ、カセットだけ持ってても意味ないじゃん、DS がないと。そういう元のさ機械を持ってる人がいるってことだよね、まだ。そうじゃん、使える状態で。しかもだからそれがだって1億いくらもうさ夢叶えられるやん、すごくない、それを買えるのは私すごいけどさ、アメリカの人だからお金持ちなんだろうけど、いやすごいなって思う。なんかそうそう、その私の同級生、後輩くんいるじゃん、その子と、まあ、同級生の子たちが、まあ、いつだっけ、結構前に泊まりに来たんですけど、グループで、私の家の近くのコンビニにポケモンカードが売ってて、そのなんかアルバイトを、一人の男の子がアルバイトやめたから一攫千金狙うって言ってポケットモンスターのポケカをなんか2箱ぐらい箱ごと買ってきて、家みんなで開封してなんか全部30円ぐらいの価値しか出てこなかったってやつやったことがあるんですけど、でもその30円でもなんか10年20年にすれば数万円になるって考えたら、まあ、すごいのかな。確かに。いやでも資産価値どうなんですかね。捨てちゃいそう、私いらないものすぐ。そうそう、私もいらないものすぐ捨てるから、ね、取っとけばよかったって、iPhone とかもさ、初期の iPhone とか今すっごい高いらしい、iPhone2 とか、2だっけ、ちっちゃいやつ、そうそうそう、ボタンあってさ分厚いやつ、まあ、価値が上がってるっていう。皆さんね、家になんか実家とか帰って、なんかゲームとか面白いものあったら一回ちょっとネットで見てみて、お高いって思ったら捨てずに一回売ってみましょう、それですごいお金がね入ればラッキーなので、まあ、そういう皆さんニュースをお届けしました。はい、はい、じゃあ今週のトークテーマいきますか。はい、
はい、じゃあ今週のトークテーマはリスナーの方からの質問なんですけど、はい、現地民の娯楽っていうのがバンってきたんですけど現地民とはって感じなんだけど、はい、まあ、日本人っていうこと。そうだね、多分日本で流行ってる娯楽というか日本人がこう割とやってる娯楽っていうことなんだろうね。まあ、そういうテーマで今日はお話ししていきたいと思います。はい、どうですか、娯楽って言ったら何を思い浮かべます？カラオケ。まあそうだよね、うんうん、カラオケが一番多いと思います、うん、現地民の娯楽っていう、ね、あれだったらボーリングとか、うん、ダーツ、ビー、なんか一個の、うん、なんだそこ、ラウワン。そう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 、ラウワンです。ラウンドワンに入ってるもので、ボーリング、ダーツ、カラオケ、あとスポッチャとかもあるよね。あ、うん、ビリヤード。それそれそれ、いやジェスチャーでなんか伝えてこられましたけどビリヤードね、うん、そういうなんか一個のなんか施設の中に入ってるところ、うん、ラウワンですね。みんなラウワンに行きますね、うんうんうん、そうね。でもその中でも一番カラオケが多いんじゃないかな、うん、で大学生は、うん、あの、まあ、私たち大学生なんでその知識をこうしかわからないんですけど、うんうん、あのマフっていうのがあって、ミッドナイトフリーっていうのを大学生はマフって略してるんですけど、夕方の6時から次の日の朝6時までは500円ぐらいで行けるんですよ。もうずっと500円だけ払うだけで、その夕方の6時から次の日の朝6時までできるっていう、大学生平日だけなんですけど、そういうのを大学生は利用して娯楽としてやっているかな。カラオケだけじゃなくて、まあ、レポートとかね。あ、そう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 、やったり Wi-Fi 使ってね。そうそうそう、社長はそれでポッドキャスト撮ってましたけど、うんうん、まあ、マフ使ってないですけどそういう大学生じゃないんでね、うん、だけど、まあ、カラオケが一番手軽なんじゃないかな、うん、日本で。あとは漫画喫茶が多分日本だけなのか、そんなことないか。韓国だったら、うん、あのピシバンっていう、ピシバンっていう、うん、なんかそのパソコンだけ置いてあって、うん、韓国ってすごい何コンピューターゲームが有名なので、うん、そのなんだっけ、あのさ e スポーツがすごく発展してるんで、うんうんうん、パソコンカフェみたいなのあるんですけど、日本はそういうのっていうよりは漫画とパソコンとカフェが多いところ、うんうん、パソコン、うん、ネットカフェですね、うん、ニュージーランドはあんの？ある？ない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 よ、ね、うん、でもなんかなんとなくですけど、うん、それは女の人は行かないっていうか、危ない感じしない？確かに、ちょっとなんかちゃんとした部屋になってるところもあって、なんか泊まることできるのかな。できるんじゃない、シャワーみたいなの書いてあったりするよね。なんかそういうのもあって利用する人はいると思うんですけど、でもまあ男の人が多い気がします、それは日本人イメージだけど、うん、まあ、ネットカフェは日本特有なんじゃないかな、うん、娯楽としては。娯楽なんか分かんないけど、うん、娯楽でいいんじゃない？いいか、うん、そっか、そんな感じかな。あとは娯楽でしょ、楽しむんでしょ、うん、って言ったらやっぱスポーツ観戦が入ってくるんじゃないかなって思って、娯楽、そうそう、うん、今日ね野球見に行くし、うん、そういう見に行く系、うん、もそうじゃない。あとは競馬とか、あ、そっちも入ってくる。ギャンブル、そう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 、確かに。あんま聞かなくない、パチンコとか海外で、競馬とかボートレースとか。わからないけど、自分の何無知が結構あるのかもしれないですけど、競艇とかやってるさ、うん、人はあんまり外国人のさ、おじさんとかでさ、いるイメージなくて。でもカジノとか、あ、確かにカジノは世界的に、日本ってカジノないよ。うん、そんな聞かないね。それがパチンコとかに入ってくるのかな。なんかチープ版カジノ。カジノまではこう大金は注げないけど、少額やりたいみたいな、ちょっとちっちゃめの、ね、ちっちゃめのとか言ったら怒られそうですけど、そういうのかな。パチンコ。でも娯楽って言ったらパチンコよりなんか私のイメージだと競馬とか競艇の方が強いイメージがある。あ、ギャンブルの中だと、うん、そんなことない。娯楽って競馬か、うん、競馬かも、うん、あ、競馬、うん、あ、確かにね、そこら辺ですかね。全然そこら辺のギャンブル系の知識は私たち全然ないのであんまりこう何とも言えないんですが、娯楽に入ってくるとは思いますね、
でも若い人はやらないよね。やらないかも。大学生だったら娯楽で使うのは、うん、あのカラオケですね。そうだよね。スポッチャ好き？スポッチャ行ったことない。スポッチャ分かりますか？なスポッチャってさ、うん、チャって何？チャレンジ？スポーツチャレンジ？分かんない。スポッチャっていうのもあるんですけど、うん、それはあの卓球とか、あとはトランポリンとか、うん、なんかミニバイクとかスポーツの施設で、うん、そう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 、ラグワンとはちょっと違うっていうか、うんうんうん、ボーリングとはまたちょっと違う感じのスポーツが入ってくるような遊びで、うん、でもあんまりないよね。都会にしかない気がする。そんなことない。いや田舎にあったらすいません。そこは田舎じゃないそこは田舎じゃないってここら辺ですかね、うん、でも 私が特に好きな娯楽はもうカラオケです。あカラオケ、そうだね、もう暇になったらカラオケ。カラオケだね。なんかちょっとボウリングとかそっちのラウワンはちょっとハードル高い気がする、ね、なんでなんか疲れるやん。カラオケはサクッとさ、あ行けるけど、しかも2人とかで行かないですよね。大人数じゃん、ね、うん、カラオケは1人でも行ける、うん、人数集まってやることなくなったってなった時に大学生とかは娯楽で多分ラウンドワンとかスポッチャに行くけど、2人から3人まあ4人ぐらいだったらカラオケに行くと思うんですね。娯楽としてはで、あの他の競艇とかそういうギャンブル系はあんまり行かないけど、まあ現地民はやってると思います。はい、年齢が上の方だね。そう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 、あとなんかお金に余裕もあって、あなんかギャンブルできるぐらいの、なくなってもいいお金がある人。そう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 、大学生はもう限界大学生って言葉が存在するほど限界なので、うん、まあできるんだったらギリギリのところでカラオケまたはスポッチャとかラブワンですかね、うん、はい、そんなんでよろしいでしょうか。逆にそのニュージーランドの娯楽がどんなのかちょっと知りたいんですけど、スポーツ観戦とかなのかな、うん、ね、まあ、まあそうかね、まあ、現地民の娯楽はこんな感じでした、うん、はい、はい、今週の特典も終わったからもう一回行きそうになったわ今。しつこいってしつこいしつこい。じゃあ大学生のうちにやりたいことのコーナーですね。はい、今週は 何から何、50ぐらいいった、まだ40から45だった。おお、もうすぐ50ですね、うん、あとちょっとで半分です、うん、はい、じゃあ今週もやっていきたいと思いますか。はい、じゃあどっちからいきますか。はい、じゃあ私の今週の5個は、はい、1個目は塗り絵、うんうん、2個目は陶芸、3個目コンサート、4個目演劇、5個目アクセサリー作りです。おー、なんか芸術の秋っぽく確かにまとめてきました。芸術の秋ね、うん、この前私はなんか食べ物、食物の秋じゃないけど、うんうん、それにしたけど、あーなるほどね、塗り絵と陶芸はなんかちょっとおばあちゃんみたいなんですけども。なんか難しいやつあるじゃん、大人の塗り絵みたいな。確かに確かに、あの細かいやつね。そうそうそう、楽しそう、ね、陶芸。コンサートは誰のが行きたいの。いや特にないんだよ。特にもいい、オーケストラとか。あそっち系、うん、あなんかアイドルとかじゃなくて、わかんないからそういうのはちょっと。なるほどね、うん、クラシックとか聞いちゃおうかな。あーなるほどね、なるほどね。コンサートと演劇ってのがちょっと似てるけど、うん、演劇は何。演劇はあれ見たかったんだよ、千と千尋。あーでももうやってなかった。端感が出てるやつ。そうそうそう、端感ね、橋本環奈ちゃん。あともう一人誰だっけ、上白石萌音ちゃん。あーすごかったらしいね、うん、なんか結構確かに。ああいうの見に行ってみたい。ああ、劇団四季見たことある。ないないない、私もないから見に行きたいんだよね。行こうよ、うん、劇団四季行こう、見たい。確かに演劇いいよね、楽しいよね。でもね、アクセサリー作りはなんかいろいろあるじゃん、指輪とかさ、ハンドメイドアクセサリーみたいな、ビーズとか体験みたいな。そうそうそう、なんかそういうさ、お店みたいなとこに行ってやってみたいな。ああ、いいね。ニュージーランドとかでやりたい。あーいいね、絶対綺麗そうじゃない、うん、石とかさ、うんうん、海の石みたいなやつ綺麗なのありそう。なんか体験系、なんかそういう体験系ってさ、旅行先とかで行ったらさ、うん、それが思い出にもなるしさ、うん、お土産にもなるからさ、うん、行った旅行先とか行く、うん、じゃあ調べてみようよ一回。それな、うん、
多分ニュージーランドってショッピングとかっていうよりはこう体験、自然体験もそうだし、なんかアクセサリー作りとかそういうの多そうだから、調べたら絶対ある気がする。いいよ、いいじゃん、いいよ、1個決まり、1個決まったね。、うん、そう、それちょっとね、私のやりたいことにも関連してくるんですよね。じゃあどうぞ。はい、じゃあいきます。私のやりたいことリスト、まず1個は生け花をもう1回再開して勉強すること。2個目、大学の卒業式の袴を決めること。あ、それね、でしょ。やばいやばい。もうごめんなさい、黙ります。はい、1回。3つ目、動物園に行くこと、うん、4つ目、 SNS の整理をすること、うん、5個目、ニュージーランドの旅行のリサーチを本格的に始めること。はい、あ、まあ多分何か突っ込みたいことあると思うんですけど、まあ、とりあえず袴やばくね。はい、そうなんですよ、袴は何か忘れてるかなって思って、私も忘れてたんで、うん、リマインドの意味を込めて、うん、今回はちょっとあの電波に乗せてメモしようかなっていう、うん、頭でアウトプットしようかなと思って、うん、袴を決めたくて。そうだね、そうなんですよ、まあ、私たちは来年の3月に卒業なんですけど、うん、大学って9月卒業の人もいるんですよ、うん、なのでそのそういう最近9月も終わりに近づいてますけど、そういうのもあって、あ、自分たちも卒業するやん、いつまでも大学生じゃないよなって思って、まあ、ガウンの写真も撮ったし、袴決めなきゃやばいなって思って。そうだね、ね、決めたいですよね。何色がいい？青。いや絶対そうだ。え、下が青ってこと？下はさ、あれじゃないの？決まってない。紺じゃないの？決まってない、決まってない。緑もいいし、黄色、どんな色でもいいんだよ。じゃあ迷っちゃう。青となんかってことか。え、そう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 。うわ、一回まだ迷っちゃう。そう、だから一回さ、もうめっちゃいろんな組み合わせがあるじゃん、袴って。多分もう何百通りってあるから、うん、なんかゆっくりそれは自分のね、うん、もう袴ってでも着ることなくない？ないかも。卒業式とかで。そうだよね。振り袖とかは、もしかしたら結構、結婚するまでは振り袖だからそれ着るかもしれないし、着物とかは、うるさいうるさい。着物とかは着ると思いますけど、袴ってもう多分ほぼ着ることないと思うんですね。ちょっと広告のが入ってますけど、音声が。はい、前回、そうそうそう、だから袴ね、うん、私高校生の時に巫女さんやってたんですけど、うん、その時に赤い袴を着てやってたので、もう赤以外にしたいんですけど、それ以外だったらこう何でもいいので。でも赤って可愛いよね。可愛い可愛い。赤っていうか朱色、うん、巫女さんのあの色なんですけど、まあ、それを決めたいっていう、うん、決めようよね、決めよう、早く決めようね、なくなっちゃう。そう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 、結構時間もかかるし、うん、選ぶのに、うん、で予約とかもあるんで、それです。はい、あとなんかありますか？あとは動物園って何？動物園は行ってたじゃん前。いや行ってましたよ、でもその新しいのを更新したいんですよ。別の動物園ってこと？それもそうだし、うん、まあ、今の季節的にちょっと肌寒いけど、うん、このぐらいの季節ってちょうどいいじゃないですか、外で、うん、動物園って大体外だから、うん、見て回るのもいいし、うん、なんかその紅葉とかもしてるじゃん、うん、だから動物園行ってちょっと癒されたいなと思って動物を見て、それで入れたっていう、うん、あとは、うん、最後だと思う。そうだね、はい、ニュージーランドのリサーチっていうのを最後に言ったんですけど、うん、もう私たち冬休みを使ってもニュージーランドに行くってことがもうほぼ 99.9% の確率で、うん、確定しております、うん、はい、まあ、この前社長と のコラボズームみたいなコラボ収録の時にもちょっと話したんですけど、うん、まあ、ニュージーランドに行くってことがもうほぼ決定したので、うん、それについてこう本格的に、さっきのアクセサリー作りもそうですけど、やりたいこととかこれだけはこう決めておきたいっていうことをどんどん決めていかないと間に合わないなと思ったので、それを入れました今回は。夏だからね、ニュージーランドは。そうなんですよ、本当に楽しみ。社長がね、もう夏に来なきゃ意味ないってぐらいこう言ってたので、もうこれはもうね、多分リサーチしないともう無駄になるから。そうだね、もうしつこいってぐらい、もう毎日ぐらい大切にしよう。そう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 、もう綿密にやりたいことだけは、いつや何をやるかとかは置いといて、やりたいことだけはもう300個ぐらいリストアップしようかなと思ってます。もうできるできない関係なく。そうだね、とりあえずね、いっぱいこうやりたいことを決
始めて、もしかしたらこのコーナーちょっとなんか中間でニュージーランドでやりたいことっていうコーナーの据え置きになるかもしれないです。確かに。でそのなんかフィードバックとかもね、現地の方がいやそれはやりといた方がいいよとか、ここに行った方がいいよっていうのがあればもうどんどん教えてほしい。知りたいそれ。そうそうそう、でしょ、うん、だからもうそういうニュージーランドでやりたいことっていうコーナーもなんかいきなりこうパッて入るかもしれないですけど、うん、まあ、これからドリカフォークそっちにもこうちょっと調べていきたいなっていうことで入れました、うん、はい、はい、まあ、そんな感じですかね。大学生のうちにやりたいことというか、うん、今週のところは、はい、今週のところはそんな感じです皆さん、はい、ちょっとね外でうるさくなってしまったかもしれないですけども、うん、これからちょっと私たちはもう野球の時間が迫っているので、はい、こんな感じで終わりたいと思います、はい、横浜ベイスターズが勝ってほしいです、ね、はい、今週はこんな感じで終わりたいと思います、はい、ニュージー大好きのかほりとのりかでした。また来週。ありがとうございました。